どうも山田です。さあ本日からですねウルトラスペースワンダー、こちらのイベントがスタートというふうになりましたのでね、今回はですね色違いですね、新規でひどいでですね、はい、進化するとどひどいでになるね、あいつですね、あれの色違いがまあ実装されましたのと、あとウルトラビーストが今回かなりピックアップされている、イベントでございます。まずですねこれまでですねリサーチの、ね、報酬として入手できた、ベベノムですね、こちらがですねアーゴ4に進化できるようになったりだとか、あとはウルトラビーストのレイドですよね、西半球東半球で異なりまして、ツンデツンデとズガドーンですよね、日本ではですね今回ツンデツンデが厳選できるようになっておりますということでですね、はい、こんな感じですね、まずひどいでですね、はい、今回のイベント期間中はですねもうひどいでを、まあ、野生とかタスクとかでもね結構狙えるんですけれども、はい、これを、ね、コツコツと取りながらですね、まあ、ウルトラビーストが出たらそちらのレイドやっていくと、そういうプレイヤーさんが多いのではないでしょうか。私もね、そんな感じで今回ね、プレイしていこうかと思っているんですけども、残念ながらですね、今回来たね、ツンデツンデとズガドーン、この2種で言うとですね、まあ、日本で取れないズガドーンの方をちょっと僕は厳選したいんですよ。積んで積んでもね、いやいいよ、いや別に新規だし、うん、強いの欲しいよ、うん、でもねなんか全然色違いもさ今回別にいないしさ、あと PVP では積んで積んであるだろうと言われてるんですけども、僕そんなね毎日 PVP やるような人間ではございませんので、ちょっとねできればねズガドーン、まあ、って考えるとねズガドーンの時間がねやれるようになってからの方が今回僕重要なんですよ。はい、まあ、なので積んで積んではね程よくちょっとやっていこうかなといった感じでございますね。いつも通りの上野でございます。まあ、上野秋葉原エリアでちょっとね、まあ、レイドをやりながら、あとはまあこのイベント自体もですね別に悪くない、普通に美味しいイベントだなっていう印象もございますんで、ちょっとまあ普通にこなしていこうかなという感じですね。はい、来ました今回初実装の積んで積んで、積んで積んでの裏側さ、なんかギチギチなのかと思ったら今空っぽだったね空洞なんだあいつ、そうだったんだ。はい、で今回僕積んで積んでね、こういう形で6匹ねグラードンとランドロス並べているんですけれども、積んで積んでと同時に来ているそのズガドーンね、もしもねズガドーンのこう正体がね海外から来た場合ですよ、僕のところに来た場合ですよ、まあ、そっちはそっちでね適正パーティーいるんですけれども、積んで積んでおよびズガドーン、この両方にですねこう刺さるのが地面タイプだったんですよ。なので僕正体来た時にね、そっちも使えると、はい、そっちにもそのままねこう転用できるという、利点をね今回使って、利点を見て、今回は地面タイプで、パーティー組んでおります。まあ、積んで積んで岩鋼タイプですのでね、他にもね弱点一応ねございます。まあ、格闘でね攻めるっていう人もね結構いるんじゃないかな。はい、ということでとりあえず積んで積んでさ、人数がすごくいたのでね、割れたてレイドだったんでね、サクッと経験しましたよ。そう、1826、これブーストかかってないやつですよね。天気あ、おーそうだ、今経験値2万ありましたけど、今回ウルトラビーストのねレイド勝利時のね経験値がボーナスかかってるんですよ。これ美味しいですよね。1826はこれどっちなんだろう、強いのかな弱いのかちょっとわかりませんが、まあ、一旦ちょっと取っちゃいましょうか。風強いな今日積んで積んでのさ飛び上がりの動きなんか癖強いな。積んで積んでよいしょーと、あ、思ったより遠いな、大きいからちょっと距離感つかみづらいな。オッケー、まあね、積んで積んで、ああ、で、威嚇するときに赤く光って、普段は青色と。なんか、いいね、ギミックっぽくてすごくいいですね。はい、はいと。はい、ウルトラビーストね。ポケットモンスターのシリーズ、ね、ちょっとタイミング合わないな。ポケモンのシリーズで言うとね、サンムーンですね。はい。サンムーンの時に実装されたポケモンですね。まあ、ウルトラビーストが全般みんなそんな感じなんですけれども、よいしょ。そのサンムーンの時に、まあ、出現していたその時のそのシリーズ限定の、まあ、純伝説の枠ですね。 OK ということで積んで積んでゲットだぜ、ありがとうございます。じゃあ積んで積んでちゃん図鑑登録できたんでね、この後まだ出てたらね一応ススッとやっていこうかなと思うんですけども、うん、可愛い子たち、うんちょっとね高い子ねどっかで目指したいんですけども、まあ積んで積んではね正直ねほどほどでいいかなと思ってます。どちらかというとですね、それよりもね、まずはひどいでをねちょっと狙っていきたいなと思っております。あとはまあズガドーンがね海外で出始めたその時間帯にポケゴーコピッと起動しといて、招待来い招待来いっていう風にね
大気が、まあ、僕のメインかなと、はい、思っております。で今回も、ね、イベントタスク始まっているんですけども、5回強化かささっとやっちゃおうか。まずこれ、はい、とりあえず5回ペペッと強化したんで、どうでしょう君の中身は。あ、ヤブクロンか。あ、これはいいじゃん。え、でもなんかこれ金釣り、え、なんで金釣り。あ、わかった、上のやつ間違ってタップしちゃったんだ。あれ、そんなことねえな。え、どういうこと。でこれ開けた、はい、これもヤブクロン。え、いやちょっと待って、今さ、これヤブクロンのタスク僕初めて開けたんですよ。初めて開けたのに、なんで金のズリの実を投げた判定になっているのか。何これ、え、本当に。あ、で木の実投げれないわ、不思議、何それ。あ、そんなことってあるんだね。で多分岩の上のリワードにストックされているんで、まあ、また今度ね捕獲しようと思いますけど、何そのバグ、面白い。はい、ということで今回のリサーチイベント限定のやつね、ひどいでが手に入るのは10回強化か。あんまり好きじゃないな。いや、なんかね、こう強化系のタスクってさ、あれが必要じゃん。結局獣強化だから飴とか砂とかが必要なわけじゃないですか。10回強化か。まあそれ、これやるんだったら基本的にタスク3つ同じやつ入れてでやる感じにしようかな。もったいないからね、ちょっとね。うん、それ以外だとポケモンを10匹捕まえるで2ドラのオスメスでしょ。でさっき僕が挙げたのがヤブクロンだった、そのポケモン5回強化。うん、これはまあ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 砂もらえるポケモンだけど強化でしょ。だからここでヤブクロンタスクストックするんだったら、なんかポケモンCP の低いやつの強化とかにしとこうかな。うん、CP 高いやつらの強化にこれ使っちゃうと、すごい、だって、砂消費とタスクで後々ストックできる分で、なんかバランス、え？じゃどっちが上になっちゃうからね。で、今回レイドバトルで1回勝つと3回勝つってのがあって、それがそれぞれヌメアとジャラモンってことだね。はい。で僕今回ね、もうすでに相棒これベベ飲みにしてるんですけども、ベベちゃんをですね進化させるためにですね、相棒にしてる状態でドラゴンタイプ捕まえる必要あるんですよ。なのでそういう意味でもタスクをね進めるって意味合いで、レアタスクがあったらちょっと積極的に進めたいですね。あとはウルトラスペースワンダーのこれ有料チケットも、ね、買いましたんで、今たった今ね買ったんで、これもちょっとねこの後進めようかなって感じ。これのね報酬に入ってるのがね、これもひどいでらしいんで、ひどいでのねちょっと確保、はい、色違い欲しい人はね、やってみてもいいかもしれない。あと、コスチュームもあるしね。あと、そう、これ。今回のコレクションチャレンジに対してちょっと言ったことがありまして、ここのね、ドクタイプ捕まえろ、みたいな感じのやつは、まあ、まだいいんですよ。で、下のリサーチも、まあ、リサーチなんで、タスクなんでね。まあ、これもまあいいだろうと。今回ここよ。レイドなんだよね。そのわざわざレイドパス使ってこの3匹の厳選自分しなくていいですよっていうトレーナーさんもね、いると思うんだよね。まあ、経験値1万もらえてて、ポケモンの発見、いるから、まあ、無料パスかな。うん、あ、ちょうどあそこにいるじゃん、タツベイが。まあ、ちょっとタツベイのところ、あ、あそこにモノズもいるな。こういうのを、だから近くにいるときにね、無料パスでやるのはいいけど、まあ、ほら、卵とかでもね、手に入るじゃん。1分だから無理だな。ちょっと今回設定されてるこの、レイドのね、僕はね、コレクションチャレンジはね、あんま好きじゃないな。なんか、ちょっとこう、ちょっとでも課金を増やさせようみたいな感じが、なんか見て取れちゃうからな。まあ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 、でももちろんね、やらないという手もありだから。うん、ここに関してはもうみんなね、うん、別にそうでも、そうまでして、パス使いたくないよって人はやらないという選択肢していいと思う。うん。僕も積極的にはやらない。無料パスで、あと、かつ近くにあったら、やって、それでイベント終了日までにクリアできたらラッキーみたいな気持ちでやろうかなと思ってます。ということで、現地レイドで立つべいですと。一瞬ですね。ほい。今ここに出てるクズモなんだけど、今回のコレクションチャレンジの対象なんでね、一応ね、まあそんなにいらないよって人もいるかもしれないんだけども、いたらちゃんと捕獲しとこう。さあ、積んで積んで2戦目ですね。これ正体ね、来て、今ね、来たやつですね。積んで積んでの正体も嬉しいんですけれどもね、ズガドーンとかもね、ピュッとね、明日以降はね、飛んできてくれると嬉しいですね。どうなんだろう、今回このズガドーンが出ている地域って
なんだっけ、ヨーロッパとかアメリカとかそっち系だったかな。ちょっとあの正確には僕もね、西半球東半球の範囲はちょっと知らないのではい、後でまた調べるんだけれども、まあ半日ぐらいはずれると思うんだよねって思うと、まあやっぱ今日の夜か、今日の夜10時11時12時とか、下手したらてっぺん越えてから、うん、ぐらいからね、招待の可能性ワンチャンって感じかな。まあ海外イベントにね、今までね、かなりその僕も参加してきて、で現地でそのできたフレンドっていうのもまあやっぱいますので、そういう人からのね招待がですねピッと飛んできてくれることを祈りましょう。向こうの人もね、あのジョン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 で、僕もね積んで積んでレイドやりますみたいな感じで、あの海外フレンドか日本のフレンドかは、ね、一応分かるようになっているんで、46、あんま強くねえな、うん、まあなんでね、ちょっとそういう人にね、僕の方からむしろガンガン招待を送ることで、恩を売るみたいなちょっとそういうことやっていこう、日中はね。ということで、まあちょっとウルトラワンダーね、ウルトラスペースワンダー進めているんですけども、一個だけ今回ね僕問題がありまして、今回のこのイベントを参加する上でですね、本当に重要なお話でございます。これはねもう楽しめない、これのせいで僕は今回のイベントがもう全然楽しめない。今ズガドーンとかの厳選できたらちょっと楽しいけどね、でね、僕みたいな人いると思うんだよね、だからこれは僕の今何が起きているのかっていうものを皆さんにご説明させていただくのと、あとはナイアンティックさんへの僕の、まあ、訴えですね、これをちょっとぜひ聞いていただきたい。今回でね、アーゴヨン進化できるようになりました。ベベノムから進化できるようになりました。でベベノムさんね、まあ一応僕2匹持ってますね。ベベノムちゃん2匹いますよ。アーゴヨンレイドはありませんから、ベベノムから進化させるしかありませんから、この子をね、まあ相棒にしてます今ね、はい、で相棒にしてるのがこの679の方ですね。この子の個体値一回見ましょうかね、見ますよ、はい、よいしょ、13、12、11、まあ平均以下ですね、厳選チャンスをくれないか、私だけでいい、ベベノムレイドをやらせてくれないか、いや手間だな、アーゴヨンレイドをやらせてくれないか、課金するから、もう僕もいい大人です、いいです、ゲームに課金をすることはもういといません、何のストレスにもならん、いい、自分が望んだ課金の形ならば僕はもう喜んで出す、だからお願いだ、泣いていく、低個体値ベベノムしか持ってない人向けの課金プランを用意してくれ、マジしんどいこれもうマジでさ、これどっちかって言われてこっちを強化するしかなかった、もう気持ちね、でもさ絶対いるでしょこういう状況の人、ベベノム強いのいいねみたいな、だから昔だったらさ、その星雲ちゃんコスモックもそうよね、もうソルガレオルナーラに進化させられるけど強いのいねえんだよ、なんだよどっちを進化させる、うわむずみたいな、まあでもあいつに関してはね、結局そのネクロズマの使用が判明したからさ、ネクロズマとの合体になったからまだ救われてると思う、ネクロズマの方を母体にしてこう合体すれば多分そっちに個体値は寄せられると思うんで、この子はもうダメです、ベベノムもダメです、救われません、はい、なのでまあ一応ドラゴンタイプ捕まえるんですけど、まああのあんまり、はい、あんまりこう気乗りしてないよっていう話、救済措置お願いします。ということで、今回始まりました、新イベントウルトラスペースワンダー、
まあウルトラビーストのレイドですよね、積んで積んで、こちらがやれて正体があれば、まあ、ズガドーもやれるよというところが、まあ、目玉っぽくはあるんですけれども、一応ですね、まあひどいで、うん、こちらの色違いもまあ狙えますし、あと野生でもまあぼちぼち湧いているので、ちょっとその辺はね進めていきましょう。あとはウルトラビーストのね、経験値が美味しいっていうところもありますので、 TL が低い方はですよね、今回積んで積んでレイド、ガン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 やっちゃってもいいんじゃないでしょうか。で、先ほどもお話しした通り、ズガドーンと積んで積んで、一応地面タイプにね、パーティーをすれば共通で、使っていけますので、そういったパーティーを用意してもいいのかもしれません。僕はそれで一応ね、やろうと思います。まあ、正体来るかわかんないけどね。はい。あとはですね、今回のこのイベント中にですね、ちょっと、あんまりドラゴンタイプが正直出が、まあ、レイドはね、いるけれども、タスクもレアタスクなんで、ちょっと、大変かもしれません。ただし、それもなんかそんなに焦る必要ないのかなと、ドラゴンタイプがね、何かしらこうピックアップされる瞬間っていうのはちょこちょこありますし、タスクの中でもね、タスクとか、あとその、あれか、ロケット弾、うん、もうシャドウでね、ドラゴン出すとかもありますから、そういうのをね、気長に待つとかでいいと思います。そう、ベベノムの進化に関しては、なんか僕、別にこの期間何も設定されてないから、はい、まあ、まったりでいいんじゃないでしょうか。あとは、個人的にはですね、今回ね、普通にタスクだけじゃなくて野生でもね、一応ヤブクロンが出現するので、まあ、砂もコツコツ溜めやすいイベントかなというふうに思っております。まあ何はともあれですね、レイドでちょっと新規のポケモンがいるっていうのはやっぱりワクワクしますので、はい、まあ雨集めはしとこうかな。なんかいや PVP 用だしなとか言いつつ、めちゃくちゃ強かったらさ、評価した方がいいじゃん。はい。この後ですね、積んで積んでのちょっと評価をですね、私も調べて、はい。どれくらい準備するべきなのかっていうのをね、確認しようと思います。はい。ということで、今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまた X、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければ、こちらもチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。